行動援護従業者は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する行動援護従業者、養成研修の過程を修了したものを言う。2006年度に施行された障害者自立支援法に、基づく、居宅介護、ホームヘルプ業務のうち、特に知的障害、精神障害を持つ者の行動援護業務に従事する。資格付与については公衆志向者によって行われる。 一般的に、死体障害者に比べ、知的障害者や、精神障害者に対する福祉制度が、発展途上的な状況のため、行動援護従業者資格の認知度については、まだまだこれからといったところだが、障害者自立支援法案に新たに、精神障害者への介護が盛り込まれたことで、需要が高まりつつある。厚生労働省は2005年、 介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況である。実際に現場では知的障害者や精神障害者に対する世間の理解度がまだまだ低く、さらに障害の程度が重くなるほど、介護方法に細かな配慮が必要なため、常に従事者が不足している状況にあり、 従事者増加を望む声は多い。行動援護従業者の資格については自治体によって受講要件にかなりの違いがあるため、受講の際は各研修事業者に問い合わせのこと、ありがとうございます。